こんにちは。Facebook ブロックをふわっと外して月収2倍になるコーチの田中裕子です。今日もよろしくお願いします。今日は2回目ですね。私ってダメだなから抜け出して企業女性が自信を持てるブロック外しとはです。で、今日は2回目のブロックを外しやすくするために負のループを知るということです。私たちがうまくいってない時って実はもうちょっと泥沼しちゃってるんですよね。なんでうまくいかないのか気づいてない。自分がなぜうまくいってないのか客観的に知ることができるようになるとそこから抜け出しやすくなります。そこで今日はその負のループの仕組みについてご説明させていただこうと思います。でですね、心の領域にはよく言われるのが顕在意識と潜在意識があると言われています。で、この仕組みを分かりやすくご説明するのは車の運転ですね。車の運転は私たちは最初は教習所とか通ったりして車の運転をする方法について学びます。ですがだんだん慣れてくるとその方法は覚えてませんよね。ほとんど自動化されています。で、ただ目的地だけ決めます。どこどこ行こうと。で、そこでウインカーを出したりここでウインカーを出すとかで、ここでアクセル踏むとか、ね、ブレーキ踏むとか全然覚えていませんよね。それくらい目的地だけ決めてあとは行動は自動化されてるんです。私たちの生活ってほとんどが無意識で自動化されて動かされてます。その無意識で自動化されてる部分を潜在意識といい、そこの領域は心の力の領域の 90% 以上、それで私たちがここ行こうとかあそこしようとか何するとか決めてる意識できることっていうのは 10% 以下 7% 以下と言われています。ですからこちらの潜在意識の力っていうのはすごく力が強いんですよね。で、その中にもしも私はダメという心のルールが入っていたら、その時に表面に出てくる言葉、どうせっていう言葉です。どうせ私ダメだからやっぱり人気が出ない、そしてやっぱりという言葉が出てきます。そしてやっぱり私ダメなのよってこうやって戻っていっちゃうんですね。どうせこうなるよね、ああやっぱり、そして私はダメ、これをぐる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 強化してるんです。どうせとかやっぱりっていう言葉が出てきたら結構要注意です。負のループの中に入っちゃってます。ですのでどうせやっぱりが出てきたらあ、これは私自分で負のループの中に入っちゃってる、自分の潜在意識の中にこうぐるぐる回す要素が入っちゃってなんかうまくいかないように自分で作っちゃってるってまず気づくことが大事です。気づけばこっから抜けようって思うことができて意欲も高まりますのでね。で、やっぱりこの負のループから抜けるってね、もう根拠があったりするんですね。だって私こうだったからこうなのよとかね、経験とかあったりするので、あんまり簡単に抜けるっていうわけではないんですけど、それでもやっぱり気づいたらなんか自分でできる方法っていうのないかなと思いますので、次回は自分でもできるね、簡単なブロック外しのワークについてご紹介したいと思います。最後までありがとうございました。